八重宮司様、約束通り来ました。ご安心を、配下は連れてきていません。それにここへ来ることは誰にも知らせていません。約束通り来ると分かってたぞ。それに何時ここ。私が当主様を疑うことなどありません。それは奥。それで証拠はどこに。ほう、もう一人約束をしてた者も来たよ。これを手に入れるために苦労したんだぞ。さらに渡すといい。自分で判断。これは確かに当主様の官印が。偽物ではない。抵抗軍、三五宮、前線、どれも一言も触れていない。前線で命を落とした兵士、人々が受け命を舐めている。どうしてこんな隠蔽を。もちろんメガリレーを順調に遂行するためじゃ。それらを将軍が知ってメガリレーが廃止になったらな。天領奉行はわざと将軍様に隠蔽を。うむ、メガリレーの遂行で得するのが誰なの。天領奉行とファデュイの間で交わされてた手紙だ。どうじゃ、何時の見たかったもの、見たくなかったもの。よもや見て見ぬふりはできぬじゃろう。私が今まで続けていたことは、裏切り行為を許すわけにはいきません。当主に会って直接話してきます。九条サラ、すごく怒ってたな。こちら側に引き込むことは成功したみたいだ。おう、か待て、わっぱ、まだ話したいこと。お、何時が初めて一心浄土に入ったのは、千住百目、あの日の情景を再現するんじゃ。千住百目心臓の前で雷電将軍の心を開かせれば。これを持っていけ、選別じゃ。これは鳴神大社のお守り。ご利益のあるもので、何時のために特別に残しておいたんじゃ。絶体絶命の状態でそれを取り出せば危機から抜け出せるかもしれぬぞ。もちろんわらわに会いたいと思った時に取り出してくれても構わぬ。ひょっこり出てくるやもしれぬな。こんな大事な時に冗談はよしてくれよ、狐お姉さん。悪いな。ではわらわの愚鈍な友は何時らに任せるぞ。我が義教心は傑物にも恥じない。お前たちも来たのか。度胸はあるようだな。お前たちには証人になってもらう。当主への審問が終わるまで捕らえられることはないと保証しよう。だがもしお前たちの言っていたことが非謀であった場合、お前たちは帰れないどころか罪を背負うことになる。ふん、いいだろう。九条サラ様、当主様からの命により、何人たりともこの先に踏み入ることは許されません。どけ、私は当主に会わなければならない。容赦はせんぞ。
翼よ。そこだ。よか。う花火見ひん。私の禁令を無視するとは。当主様、聞きたいことがあるんだろう。気迫に押されるな。高雪様、私は奉行府の上層とパリューへの手紙。遺失した上層と手紙はお前が盗んでいたのか。ではあれらがすべてあなたの直々に書いたものであり偽装ではないと認めるのですか。どうか私に教えてください。当主様、天領奉行は本当に幕府を裏切ったのですか。ふん、私は確かにファデュイと連絡を取り合っている。お前が見た上層もあっさり認めた。メガリレーの発令と遂行に助力すれば昔から九条家の地位を他国勢力の支持が得られる上にこれほど割のいい取引はない。あなたはあれほどまで将軍様のことを崇拝していたのにどうして裏切ったことをそんなにか。裏切る？これのどこが裏切りだというのだ。あのファドゥイたちは私に利用されているに過ぎない。奴らに何ができるという。稲妻の国土において天から雷が降り落ちれば奴らは身を震わすことしかできない。ありに過ぎん。逆らうことなどできるものか。なぜなら我々には天下無双の雷電将軍が、あの無双の人たちがあるのだから。おお、こいつが崇拝していたのは雷電将軍というよりも。では忠義の心はどこに行ったのですか。当主様、私が九条家に引き取られて以来あなたから臣下としての忠義の道を教わってきました。今思えばそれはただ私に九条家への忠誠を誓わせ将来裏切ることがないようにするためだったのですね。先ほど言った通りは自身の醜さと私欲を隠すための詭弁でしかありません。私欲？私は九条家の永遠を守ってきたんだぞ。将軍様はきっと理解してくれる。前当主様もきっと、きっと理解。言いたくなかったんだけど、九条家は自分たちの力を過信しすぎじゃないか？メガリレーが本当に正しいものかどうか私も内心疑ったことはありました。しかしそれが将軍様の示す道である限り最後まで良し悪しを判断することは誰にもできない。私はそう思ったのです。けれど今になって分かりました。永遠の道に終わりはないと。そしてその道はすでにあなたたちの私欲によって汚されています。したがってそれを正すとしましょう。少なくとも
今まで私のしてきた決心に余計なことを考えおって生きたければ行くがいい。九条家の地位を揺るがすことは誰にもできん。将軍様は今天守閣でスネージナや稲妻の背後で起きた全ての元凶は宿女だったのか。離島を離れた時千里さんから言われたことがあったな。勘定奉行スネージナヤの施設ちょうどいい。このままこの稲妻から立ち去れると思うなよ。九条サラが言っちゃったぞって。そうだ、オイラたちも。武装の人たちがあれば。ほな、え？Beli semua di Shopee. Guys, lihat nih. Ini cewek lagi bikin gambar nih. Senpou wa watashi ga. まったく次から次へと。ここが天守閣だと知らなかったらどこぞの市場か何かと勘違いしていたところよ。少しはお利口さんになったのかしら。あ、九条サラが宿女に。稲妻の民が犯した過ちは私が裁きます。あなたの出る幕ではありません、宿女。それは申し訳ございませんでしたわね、将軍様。はいはい、私のことが忘れられないのは分かってるから、そんなに私の名前を口に出さないでちょうだい。私を恨んでることも当然知ってるわ。しつこい旅人ね。ここであんたと会うのも全く不思議なことだとは思ってないわよ。そんなに急いで将軍様の前で私の罪を暴きたいの？私はただスネージナヤから外交の施設として来ただけよ。あんたが何を言ってるのか全く見当もつかないわ。オイラたちのこと眼中にないみたいだぞ。
私が興味のない人や物事の話はやめてちょうだい。名前すらも他人に覚えてもらえないような小物たちがこの永遠に至るための革命で踏み台となれるなんて、彼らの短い人生からしたらそれはそれは大きな誉れだったのではなくて。将軍様、私の言ったこと間違ってるかしら。昔のことを掘り返すの、あんたって執念深いのね。スネージナや女皇の理想はこの世で最も高貴で純粋なもの。それに比べればあんたの言ったものは決着私もあんたの顔は見飽きてきたところよ。でもあんたがそんな無謀な人だとは思わなかったわ。そんな偉そうなことを言う前に分かってるのかしら、あんたはまだ稲妻にとって最も重要なお尋ね者だってことを。自分の置かれてる状況をよ天守閣に押し入り御前で大口を叩くなんて、自首以外の何だというの。あんたと私の間にある差を分かってほしいわ。地位も実力もね。分かりました。まさかそんな手があったなんてね。あんたもこの国のルールを利用できるようになったってところかしら。かろうじて自分を私と対等の位置まで引き上げるとは。認めるわ、これは私にとっても予想外の手。でも敗者は死ぬのよ。分かってるのかしら、旅人。じゃあここは甘んじてあんたと一曲踊ってあげるわ。あんたと私どちらかの命が尽きるまで。お望み通り執行官の権能と優雅さを見せてあげるわ。難攻不落。みんながそばにいて雨描きがたし粉々よ。はい、早くジャッジメント。よっ、はい、半円に落ちなさい。はっ、よっ、それふっ、千里チョーク股間奥義。わめきなさい。よっ、へいはっ、はっはっはっ、それよっ、へい、結霜せよ。よくもこの私に。執行官の権能も邪魔になってきたわね。私は私の持つ運命を再び現在させる。眉から出るまで震えて待つといいわ。この剣はわかるかい。くらえ、冒険だ冒険。結霜せよ。氷の呪文の王には邪魔させない。へい、蒼白の炎は今も燃え続ける。炎で剣氷を溶かした今、私の苦痛を見届けるがいいわ。罪と罰の烈焔の中で、あんたの魂を燃やし尽くしてあげる。はい。
てもやめないわよ。天道、ここにあり。すべてが燃え尽きるまで。それ。よっ。よっ。万弱。はっ。それ、結霜せよ。この剣はわかるかい？ね。はっ。や。はい。ジャッジメント。はっ。よ。股間奥義。歯を食いしばりなさい。難攻不落。ぼ、みんながそばに。わめきなさい。それ。そこ。あなたは永遠の敵ですが、勝者の栄誉は認めましょう。生きてこの天守閣から去ることを許します。ライデン将軍があんな簡単にオイラたちを見逃してくれるなんて考えにくいよな。空気中に漂う雰囲気がどんどん重たくなってる。ライデン将軍による威圧なのか。宿女がライデン将軍の刀で死ぬなんて。確かに罪はあったけど、なんか考えさせられるな。執行官たちは神の心を集めて何がしたいんだ。おい旅人、頭が痛いのか。しっかりしろ。やっぱり早くここを離れよう。なんか嫌な予感がする。そういえば宿女を斬ったあの無双の人たち、強すぎてわけわからなかった。あの一撃が本当に無敵ならライデン将軍を倒すなんてできるわけない。ミコが言ってたな。オイラたちに千住百目神像の前でもう一回一心浄土に入れって。でも今オイラたち自分の身すら守れない。計画は一旦置いておこう。空気中に電気の流れる音が。息がうまくできない。旅人大丈夫か。なんで何も言わないんだ。
に天守閣からざわついた声が聞こえる。何か起きたのかな。あの声すごく緊張してるみたいだ。何が起きたのか見に行ってみようぜ。いつの日か雷帝に相対する者がこの地上に現れる。お会いしましたね。一体何があなたを再び私のところまで来させたのでしょう。その愚かな勇気は人々をかばうため、それとも私に謁見するのが目的ですか。おや、よもやそんなことを言うために私を永遠の瞑想から呼び起こしたとでも言うのですか。だとすれば私も見くびられたものです。メガリレーに関することはもちろん知っていますよ。いいえ、私が知っているのは永遠についてのみ。メガリレーの発令も私が黙認したことです。あのファデュイたちの行いは永遠の脅威にはなっていません。さも願いとはもともと永遠にそぐわないものです。あなたはまだ気づいていないかもしれませんが、願いを追い求めるというのはたくさんのものを失うことなのです。神の目を摂取すること自体は命を奪うことではありません。命を落としたのはむしろ願いを追い求めた者たちではありませんか。旅人さん、あなたは確かに特別な存在として私の目に映っています。あなたの身には数えきれないほどの不確定要素があります。言い換えればあなたは永遠からもであれば、私は別にあなたに理解してもらおう。そう、そんなことも知っているのですか。まあ別に構いません。大方、うん、いいでしょう。永遠に背くもの、あなたの覚悟を見せてもらいます。願望の膨張は破滅をもたらすでしょう。となれ、この粉々よ。はい、遅い。天道万象、わめきなさい。兵糧のようにうなれ、砕け散れ。はっ、よっ、はっ、はっ、それ。剣女盤石、雨描きがたし。終わりです。せえ、粉々よ。早く、来よ。永遠の土を、早く、
て葬り去りましょう。目には目を。不安定な要素は取り除く必要があります。それ遅い。それ早く。はい。なかなか。遅い。あなたは本気で退治すべき敵です。隠れる術はありません。恐るるに足らず。やっ、好きだ。なんじゃ、今さら思い出したのか。ミコ、これはあなたの計算ですか。意識を物体に憑依させる技、誰に教わったか忘れたとは言わせぬ。もしや何時、己の願いだけで A の意志に勝てるとでも。何時はここにいる。彼らの願いはとっくに何時に宿ってよ。じゃから目を閉じるがよ。メガリレーを廃止してほしいです。暗算八九。この剣は分かるか。裁きはすでに下り、雨描き天理超過断ち切ります。この剣はまるで影の剣。わめきなさい。装甲の恩。それやっ、それね、無双か奥義一刀断絶。はい、岩山八九天道万象。さあ結相せよ。裁きはすでに下ります。みんながそばにいて。はっ、剣票恩を断つ。よっよっ、ふん、砕け散れ。はっ、よっ、何時の負けじゃ、エイ。はええ、私の負けです。どうして自らの民を、彼らの願いの力を信じてやれぬのじゃ。あれらの願いは距離や空間、さらには時間をも超え。それが何時がリーユへの旅で得た収穫か。人間が前へ進み、神が後ろに置いていかれる国か。しかしてなぜわらわたちがそう自分勝手に前へ進むことを一方的に放棄させることができる。前に進むことで生じた損失をあなたも共に見てきたはずです。そう、永遠にのみ。雷光がひらめく場所には影ができます。私は影。無双をもって稲妻の前に立ちふさがるすべての障害を取り除きます。しかし
一歩前へ進むたび何かを失っていきました。そして最後には彼女さえも失ったのです。あれらの事跡は今もライオンの木陰で語り継がれています。しかし失ったものがこの国に残した烙印は今なお燃え続けています。探しましょう。たとえそれが周囲の光だとしても、少なくとも私たちには今があるのですから。彼女はそう言いました。しかし必死に前へ進む国が天理を前にして全てを失ったのを私は見ました。来光を保つためには時を止めるしかないのかもしれません。今とは儚い幻想であり、永遠のみが天理に最も近づけるのです。私はもう影ではありません。この身こそ意図尊き存在、天下を太平せし者、臣民に夢を与えると誓いましょう。未来永劫、不変の永遠を。天理、わらわにとっては皆目見当もつかぬものじゃ。とにもかくにも汝は自分の愛する稲妻を永遠に守り続けたいだけなんじゃろう。その言い方はあまりにも軽薄です。しかしこの国は果たして永遠に存在する価値のあるものなんじゃろうか。願いを失い、変化を失い、ただ存在するだけの国、そんなものは抜け殻に過ぎぬであれば滅んでも問題はないじゃろう。巫女、その妄言を撤回してください。未来永劫、変わることのない永遠、私が臣民に誓った約束です。しかし汝の臣民が必要としているのは汝の約束などではなく汝の眼差しじゃ。神の目ですか。人の寿命は100年のみ。彼らに過去を背負えるほどの力はありません。私は全てを経験したからこそ彼らを正しい永遠へと導くことを選んだのです。はあ、じゃが永遠は何私汝は俗世の者どもに目を向けぬようになっただけ。何百年もの間、しかしこれは前へ進まなければ逃す者も多いじゃろう。ここで永遠にとどまる汝も失い続けていると言えるのではないか。そんな孤独に耐えながらその時間軸を永遠のために無限まで伸ばすなんぞ、わらわに話せ。なぜここの空がかつてあれほどまでに暗くよどみ、そしてなぜ今再び光を放っているのか。ここは汝の一心浄土、汝のうちであればもうとっくにここの孤独に耐えられず、本心ではわらわに会えて嬉しく思っておるのではないか。私は何もわらわにはあるぞ。数百年、千個の記憶力はいいんじゃ。じゃから話すのにも数百年か。巫女、実はもうこうして会うことは二度と。あなたに会えたのは永遠の中に生じたやっと。まったく子供じみた会話ですね。ですがあなたたちの計画に負けたからには、しかし永遠について最初から最後。その後ライデン将軍はメガリレーを廃止した。人々の願いはあやつの閉ざされた心の扉を開けたんじゃ。一心浄土以外にあやつは人々の目に永遠を見た。願いがひときわ強く輝いた時、神はその者に眼差しを送る。
ある願いは痛みを拭い勝機をもたらし希望を呼び起こす。ある願いはたとえそれを持つ者の身が滅び魂が天に帰ろうと生まれた時と変わらず真摯に熱く燃えゆく、そう永遠に。将軍の一心浄土で何やってたんだ？メガリレーが本当に廃止になるなんて。そうなのか。さっきミコがオイラたちのこ、またか。ダメ、もう一回引こう。迷ってらっしゃるなら、迷ってらっしゃるなら早く。それ。これはこれは、名誉の凱旋を果たした旅人ではないか。神社へはガンほどきに。お前が呼んだんだろ。冗談じゃ。待っておったぞ。ミコも気分がいいみたいだな。そうじゃ。長年会っていなかった旧友と話せたのじゃ、嬉しいに決まっておるじゃろ。ところでその後聞いたんじゃが、まさかファデュイの執行官と御前試合をしたとはな。その時正面から宿女を倒すとは、何時の実力はわらわの予測を超えておる。まあともかく勝ったならそれでよい、めでたしめでたしじゃ。やっとファデュイの計画を一回阻止できたな。少なくとも今回は神の心を奪われなかった。待て、神の心と言ったか。それは駒のようなものでは。そうだぞ、ミコも見たことがあるのか。七神が持ってて天空の島とつながってる神の心だ。うん。どうしたんだ。あれならわらわが差し出した。え、そうでなければいかにして残氷から汝の命を救ったと思う。残氷は今やファトゥスの第6位、実力においては宿女よりも上じゃ。わらわは自らの命を懸けて戦うような性格ではないぞ。もう何を言ったらいいのかわからない。エイが人形を作ってから神の心を置いておける場所がなくなった。かつてエイと最も親しくしていた友であるわらわに、エイはその神の心を渡したんじゃ。鳴神大社に保管させるためにな。あやつはもともともう神の心の力を必要としておらんかった。あやつによればもう天空の島とは連絡を絶っているそうじゃぞ。であれば神の心は争いを招く無用なものに過ぎぬ。そんなものと計画の核心となる人物を引き換えることができるのなら割のいい取引だと思わぬか。結果から見ればわらわの儲けじゃな。そう言われるとそうだな。オイラも旅人は神の心よりも大事だ。はあ、仕方ないな。もう今さら取り戻せないみたいだし、過ぎたことを考えても意味ない。そういえばミコ、
まだオイラたちを呼んだ理由を聞いてなかったよな。お礼のためじゃ。本当か？ナンジラがテイワット全土を旅するというのなら、稲妻の旅も一段落ついたことじゃろ。お礼としてこの先の道のことでも今までの疑問のことでも、わらわがナンジラに答えようぞ。何か聞きたいことはあるか？すまぬ、それについてはわらわもさっぱりじゃ。ナンジラの言ったあの神についてもな。じゃが、もしナンジラがエイを疑っているのなら、それは少し考えすぎじゃ。エイはナンジラがあったという神の特徴と異なるだけでなく、遥か昔に神の…それはよかった。さもなければ雷神の眷属として、わらわたちの関係も微妙なものとなってしまうからの。安心しろ。ナンジの妹の痕跡については、わらわも持てるすべてのものを利用して調査する。アヤとか何か情報を手に入れれば、ナンジに通達しよう。これ人形の将軍を作った技術は今では失われている知識か。じゃが、ナンジラが今日エイが自身の神の体を改造する前、原型の人形を創造したことがある。じゃあライデン将軍。いや、あの原型はただ実現性を確認するためのもので、見た目も知能もエイ自身を、当時の計画ではそれを直ちに廃棄する予定じゃった。その後、あれはただの人のように己の意志を頼りに稲妻の土地をさまよい、ファデュイ、そしてその原型の人形はファデュイたちに調整され、力の風ウーム、神の造物であり神の心を奪ったもの。そんなことがあった。そうじゃな、偶然と言うべきか、運命、何時のような異教のものが雷神が変わったことを知っているとはな。稲妻の民ですら滅多に知られておらぬことじゃ。そう、モラクスが言ってたんだ。雷神ば…うむ。じゃが事実を言えば、バールとバールゼブルは創世の…彼女らは力を合わせて魔人戦争に勝利し、バールが幕府を設立した後、バールゼブルはバールのおそばとして影武者と…バールゼブルは何時らも知っているあのエイじゃ。そしてバールは名を誠という。世間からすれば両者は常に一体の存在で、互いを補い合い、共に魔人バールの名であれ、ライデン将軍の肩書きであれ。あの時、数百年前、わらわが参加しなかった戦争で誠が死んでから、エイもショックだっただろうな。姉妹だ。エイが変わったのもあの時からじゃ。そんなことがあったのか。彼女とは長い付き合いではなかったが、印象ではそうだったのか。稲妻の後はそうじゃな、スメールか。これまでにもたくさんスメール…うむ、スメールは知恵の神を持つ国か。じゃがその執着は時に不可解なことにつながることもある。スメールでは知識は資源と…知識が資源…うむ、じゃがその決断をしたのが賢者たちか。クラクサナリデビ？お？知らぬのか？クラクサナリデビは、ナンジラも彼女に確認したいことがある。そうか、わかった。大事に。わらわはてっきりナンジがそれを胸の前の一番目立つ場所にかけ、これはエイチと美貌を兼ね備えた八重巫女様からの贈り物だということを、これから会う人一人一人に言うのかと思っておったぞ。誰がそんなことするんだよ。まあよい。ところで、ナンジの願いは何じゃ？そうか。じゃがそれは、ナンジの小さな目標に過ぎぬとわらわは思うぞ。ナンジにとって願いとは、浮世も正解も超え、
運命何時に神の目がないのはその願いがまだ生まれておらぬからかもしれぬな。これからの旅でそれを見届けてくるとよい。なる神様、あの人が無事でいられますように。騎士と貴族のしきたりは似ている。